空手道指定型自由視点映像撮影シリーズ。この動画では全日本空手道連盟第一指定型のポイントを自由視点映像撮影システムで多角的に解説していく。今回は関空大四方八方に敵を仮装して各方向からのさまざまな攻撃をさばき受けて反撃する技の緩急、力の強弱、体の伸縮はもちろん展開、飛び上がり、伏せなどがあり大変難しい型である。では開始。関空大腕の動きより後屈立ちに注意。次の挙動も同様。両拳をしっかりと左腰に引く。右足を軸に左前屈立ちになる。反対側も同様。蹴上げの際引き手が離れないこと。反対側も同様。蹴り足を戻しながら左掌を前に出し右拳を額の前に持っていく。両腕を右大腿の両側からすり上げる。この時右膝を高く買い込む。後ろ足の側頭部が床から浮かないように4メートルぐらい前を見る。途中で止まらない。左足は膝を上げて素早く踏み込む。以上、空手の極意は型にあり。空手ワールド。